基礎計算、誤答しやすい小数の割り算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。3や30などと誤答するケースがあるようです。割られる数より割る数の方が大きいことで戸惑うようです。本来のような小数割る整数の式を暗算で行う場合、整数で処理するために上のように小数点を右に1つ分ずらしていいです。ここで36÷12=3 となりますが、小数点を左に1つ分ずらして元に戻せば 0.3 という正解を導けます。おまけ問題です。図のように形も大きさも同じ3つの長方形を並べました。この長方形1つの面積は何平方センチメートルですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。